中国女子テニス選手の彭帥さんが前の副首相との不適切な関係を告白した後に安否が懸念されていた問題で、 IOC 国際オリンピック委員会はバッハ会長が彭さんとテレビ電話で話したと発表しました。 IOC によりますと、彭さんは北京の自宅にいて安全で元気だとしながらも、今はプライバシーを尊重してほしいと話したということです。同席した選手委員会のエマ・テルホ委員長は、彭さんはリラックスした様子に見えたとしています。